JL-1 は中華人民共和国が開発した潜水艦発射弾道ミサイル。アメリカ国防総省のコードネームとして CSSN-3 が付けられている。1970年代末より本格開発が開始された。JL-1 の陸上発射型が DF-21 東風21である。中華人民共和国は百六十四年に 核実験に成功し、それとともに核兵器運搬手段である弾道ミサイルの開発にも取り組むようになった。九百七十年代には DF-3 や DF-4 など液体燃料ロケットを用いた弾道ミサイルの配備にこぎつけている。それらの光景としてより即応性に優れた固体燃料ロケットを用いた弾道ミサイルとして JL-1 DF-21 の開発が開始された。JL-1、DF-21 の検討は1967年から行われていたが、本格開発を開始したのは1970年代末である。最初の陸上からの死者は1982年4月30日に行われた。同年10月12日には、水中の031、 ガタ通常動力弾道ミサイル潜水艦からの死者に成功している。このミサイルの総設計者は、絹記録と副設計主任を務めた、中国工程院会員の陳徳人である。ミサイルは南京が下光り、集団有限責任行使で組み立てられた。1986年に0級に、ガタ原子力潜水艦艦番号406に配備された。 JL-1 は二段式固体燃料ロケットであり、単弾頭のミサイルである。射程は 1700km 前後途中程度のものとなっている。そのため、事実上、射程内にあるのは中華人民共和国近隣諸国のみである。JL-1 は092型原子力潜水艦に12機搭載されている。夏級における運用は、決して順調なものではなく、 夏休からの死者に成功したのは収益後数年を得た1988年のことである。1990年代には射程延長型の JL-1A が開発されている。JL-1 は当初改造された031型通常動力弾道ミサイル潜水艦頂上200号に配備された。その後、 再び改造されて JL-2 のような他のミサイルの試験に使用され、複数回発射試験に成功した。ありがとうございます。